どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと梅雨に向けてのカレンダーをちょっと作ってみました。またお人形さんでやってるんですけど、今回はピンを使ってます。で、今回貝印さんのピンで、これ結構強力なピンなので、髪の毛の量が多い方だったりとか、猫っ毛の方でも大丈夫です。で、ピンの留め方って結構難しくないのっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、今回は簡単に分かりやすく、しかもこれ強力なピンなんで、だいたい1本で止まります。そのアレンジ方法なので、朝の時間のない時だったりとか出先でもできるアレンジになってますので、これからちょっと梅雨で蒸し暑い時によかったらやってみてください。それでは動画を始めていきます。じゃあまずオイルをつけていきます。毛先と中間にしっかりとつけて、まとまり感を出していきます。次にブラシでしっかりと溶かしていきます。オイルが全体に行き渡るようになれば OK です。しっかりと溶かしながら、どちらか片一方に向かって髪の毛をまとめていきます。まとめたところで上向きに一度ねじっていきます。上向きにねじったこの辺の髪の毛ですね、これが一番上に来てるんですけど、これを上だけの髪の毛、この髪の毛ですね、をここだけ取って巻きつけていきます。で、髪の毛が下に来るように巻きつけてください。で、次に貝印のピンを使っていきます。で、ちょっとこれ開けづらいので硬いですので、ちょっとしっかりと指を入れて開けてください。で、巻きつけた髪の毛と、まあ、全体のこの髪の毛ですね、をこのピンで留めていきます。で、まずこことこの部分ですね、全体的に根元の方から毛先に向かってぐさっと刺していきます。すると、戻したらもうこの時点で結構しっかりと頑丈に止まってます。で、裏面にここにピンを留めてるので、普通に戻した時に表面からは出てきてないので分かりづらいかなと思います。ちょっとお好みでこの巻きつけた部分とこの表面の部分ですね、少しだけボリューム出します。まあ、大体3ミリ束ぐらいで、で、出やすいところだけで大丈夫かなと思うので、あんまりこう全体的に出すのではなくて、少しバランスが綺麗になるぐらい出してください。もう巻く場合は表面の部分を少し動きをつけるぐらいで大丈夫かなと思うので、あんまりこうグリグリに巻きすぎず、ちょっとこうくせ毛っぽく軽くカールがついてれば OK です。もうランダムに毛束を取って跡をつけるぐらいで大丈夫かなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。シンプルで、まあ、ルーズなちょっとサイドアップアレンジになります。朝の時間のない時だったりとか出先に使えるアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。